ましたね。なんかまだ配信してない感じでやってるけど配信してます。もう今日ここみさんが一人暮らしでしょって言って水を買ってくれたんですよ。劇場から水を持って帰るのを忘れて、飲みかけのやつも忘れちゃって、持って帰ってくるので、あのうわ最悪水忘れたと思って事務所で水を飲もうとしたら自販機で買ってくれて、えーってなんで買ってくれたのって言ったら、なんで買ってくれたのって言ったら、一人暮らしだしいいよ、ここみからの水は美味しいでしょって言うから、マジで美味しいって言っといた、スパイスが効いてて美味しいって言いました。お、やばいなあ。あってん。うん、アーカイブ見たよ。ショールームやってたの皆さん。ストーリー見た。みんなみよさんの。見てないとか失格なんだけど、見た？みんなストーリー見た？MC 楽しかった？よかった。仲良しです。見た今これあげていいって言われたからあげたいんですよねって言ったらあげてくれました。お風呂上がってみたら上がってました。みよさんも関西人だけどね、一応ね。ね、めっちゃ好きだよね。めっちゃ好きなのに好きになりたくないとか、ツンデレすぎて本当に。後で見てーん。あ、頭痛いのね。大丈夫になった、治りました。100回目ありがとうえ、嘘、カキいっぱいだった本当に。見た？めっちゃ嬉しかった。イエーイイエーイ。ミキさんとの通称、なんかメールにも送ったし、第6巻のやつでも撮ったし、アンコールでも撮ったんだよね。どのやつだろう、あげたいんですよね。神手ね、神手だよね、ごめんね。仲良ちです。うん、やっほー、結婚していいよ、お風呂入ったから。まだ髪の毛乾かしてないんだけどね。乾いてるように見えて乾かしてないんです。乾いてるように見えてた今、私の髪めっちゃ濡れてます。みよちゃんの気持ちわかる、好きになるつもりなかった、気づいた好きになってる的な。厄介じゃん、レナ素敵じゃん、素敵な厄介者。フォローしました、ウサギ。あれ、なんか載せてたやつか、だね、アンコールだね。福島って配信してんの、皆さんもおそろーって言っといて、おそろーって。リハの時になんか持ってると思って、リハの時にミオさんが
え、何持ってるんだろうって思ったら、あの折りたたみの黒いマイクをこうやってマイク代わりにしてて、めっちゃくちゃ面白くて、それが、でもそれを忘れてて、それ伝えるのを忘れちゃってた。そうだ、これをね、ちょっと本当に面白かったっていうのを初めて見たんですよ。だから言おうと思ったんだけど忘れてた。ガン見してた。え、マジでね、本当にね、マジそうなんですよ。マジ行かなさすぎるよね、マジで。奥歯はなんかあれなんだよね、気圧とからしいよ。気圧で痛くなっちゃうみたいな。素敵な厄介者カンドラ、カンドラの主人公です、私。よく画面本番目指しそうになっちゃったので、前に集中できなくなりそう。最高ですね。詐欺？アンコール案が早く出てきてびっくりした。早かったよね。めっちゃ早かった気がする。日々あの衣装を着替えの速さがマジで早くなってんの。それはマジで思う。最初はね、アンコール始まって3分とか、アンコール始まってから3分経っても出てこれなかったから、裏でなんかファンの人疲れちゃうでしょ、急いでみたいな。確かにと思って急いでました。新幹線遅れてんの、日曜日に遅れんのはちょっときついね。ユアニャンじゃないですね、私。カキニャンです。そう、めっちゃ言われた、言われましたね。おお、あんこら系の衣装好き。それね、結構言われる。レナはジェラシーのやつが一番好きだな。なんだけど、アンコール明けのあの衣装あるじゃん、モコモコの、あれはめっちゃ好きな人多いですね。ファンまたしときやばい。通称何着る？ね、通称ね、何着るか迷ってんだよね。うん、何着る？なんだっけ、待って、6月の通称何着るっけ。レナどこで確認できる？応援企画が上げてくれてるんだけど、何着るんだっけ。ちょっと誰か知ってる人、新鮮なの。え、そんなことないよ。そんなことない。そんなことないよ。 MC 進歩してないですか、すいませんね。なんか早すぎて、え、マジだってね、レナね、あの工場言ってて、それちゃんと聞いてたもん、裏で。着替え終わってリップも塗って髪もあのちゃんとして、裏でちゃんと聞いてましたよ。やばくない？え、マジね、最初の頃アンコール早かったよ、あれ絶対早い。レナがね、着替えてるスピードじゃなくて絶対アンコールも早いって。ってぐらい遅かったのかな、着替えるのが。わかんないけど。ね、なんかね、いつだったっけね、なんかちょっと前のね、制服のメモ、アンコール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 ぐらいでジャンって始まっちゃって、なんかめっちゃ早かった気がする。なんか一回早い時なかった？めちゃくちゃアンコールが始まって、はけてからじゃなくて、アンコールが始まってからの楽園がめっちゃ早かった時があったんですよね。ねえ、無理、ミオさん好きやん、レナのこと。マジでね、本当に多分レナより好きですね、ミオさん。多分レナのこと、これ割とマジで。MC の時もずっとさ、腕ね、にぎにぎしてね、可愛かった。うん、衣装着ると思ってたけど衣装じゃないんですね。じゃあ衣装はやめる、衣装はやめるっていうか、衣装着る予定なかったから、今確認して衣装って言ってくれたら、あの衣装じゃないよって言おうと思ったんだけど、猫とマイメロです。写真開き申し込んだ。え、なんで座りは、え、レナ的に座りの方がいいよ。
わかんない、レナだけなんかな。名古屋の時はね、座りの方が良かった。それな、講習聞けてんのすごくない？普通にだよね、アンコールが早かったよね。マジ気が早い、モアイだね。けどここ肩っていうか、あの服見えてるからね、もうノーモアイノーモアイ配信。早くて見逃した。え、早かったよね。最近の目アンコール明けめっちゃ早くなったね。思う、それめっちゃ着替えてても思うもん。それはマジで思います。イヤホンも、早いよって言われない1分空いてないのあるよね多分。にゃこんばんにゃー、ヤッホー。愛知のトーク会は猫と、何しよっか決めてないんだよね。私服かな、なんか、あ、浴衣だ、そうだ浴衣着ますね。着替えしていいよー。ミオさんの方がレナのことを好きだから結婚してあげる。早いよって言われてる人とかいるの。アンコールって誰が発動させんの、あれさ、なんかあるの、番順番みたいな順番あんの。え、あれもこう前にも聞いたんだけど、なんか忘れちゃったんだね。なんだったっけあれ、なんかとりあえず言いたい人が言うみたいな、1分経って誰も言わなかったら今日言おうみたいな、じゃなくてあなた言ってくださいみたいな感じ。お、到着、よかった、日変わる前楽しかった、マジで。さきまりー、最後の写真ポーズはあれ何、え、何何何それ、レアの優勝旗気になる、やばいこのままですって言っといてこのままだからきっと幼少期のレナを見ても今のように好きになりますとそうそう、言い方だ。話しにくくないよ別に。あー生誕、あ、そう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 、生誕の時はね、普通の時だよ気になるのは。アルコールやめろダメだぞそんなこと言っちゃう死んだ、飲みに行きたいやん。もう今日楽しかった、ありがとうバスケはもう幼少期からやってたからな、7歳ぐらいにやってたから。届いたよー、届けた時に決まってない。え、特に決まってないとか、どうなんのじゃあ。誰も言わない時とか悪くない、全員人見知りの人が入ってた場合どうすんの。そう、なんか公園、劇場の公園に今日はちょっと嫌だよ嫌だよ嫌だよみたいな言わないから、いつも言わない人が入ってたらどうすんの。どうすんの、その時は早もがちなところがある。へえ、早もがちなんだ、だから早くなっちゃうんだ。今日男子ゲーセン行ったのよどういうこと、今ってこと、今ゲーセン行ってんの。ユニバのお誘い来たら行ける、行けるよ行けるよ、そんなのお互いだって家帰れるじゃん。あ、じゃあミオさんの家に泊まれるってことか、途中で帰る。え、なんで途中で帰ってんの置いて帰れるってこと。でもね、乗り物乗れないからな。そうか、乗り物乗れない人とテーマパークに行くようにしてるんですよ。どんだけ仲良くてもテーマパークのお誘いは来ないですね。どう、そのめっちゃ仲良くても来ないです。いや、全員人に知らん時とか、かぶるときとかめっちゃいいね。それいいじゃん、同じタイミングってすごいね1分半、確かにどうにかなるか。あれ、それ言うね、公演終わったって。本当に終わるんだね。
ルールなんて誰が決めたの。絶対あれじゃん、ルールは破るためにあるとか言っちゃう人でしょ。レノンそっち派なんだよね。レノンそっち派ですね。おすみー、乗り物乗れない。え、なになに、あ、びっくりした。え、絶対あれ、ドライヤー落ちた。最悪、もうドライヤー落ちました。ちゃんとかけとけばよかった。また乾かすからさ、洗濯機の上に置いてたの。そして落ちました。最悪。テーマパークはどう楽しんでる？え、なんかね、あんまり行かなかったですね。年パスなかったらもう行かない。乗り物乗らないから。いや、アンコールなくてもさ、メンバー出てこないの。出てこないんだね。同期でも誰も入ってない。でもそれは一緒なんですよ、私も。だから最初にね、お互い家に帰れるって言ったでしょ。私も絶対に、どんだけ仲良くても家は嫌ですね。絶対ではないけどあの、こういう、そのなんか、ここらこういう家だったらいいんですよ。なんだけど、実家とかはマジで嫌。実家は本当にマジで友達本当に入らないえ、仲良くなれるね。酔うっていうか怖い、レナは。酔うのは大丈夫なんだけど怖いですね。ありがとう。ミオちゃん好きを告白じゃなくて、ミオさんがレナちゃん好きを告白ですね。はい。ハズレだった？嘘。本当に？マジで。あ、でも前半は大丈夫っぽかったね。頭4曲は。やばい話。そうなんだ。やばい話ある。マジで？やだね。ね、落ちたね。最悪だった。ねえ、みんなも聞こえた？ドーンって。最悪なんだけど、やだ。びっくりしたよね、普通に。ってなった。秘書書き絵の話してんのもう好きすぎてやばいよねそこまで来たらもう好きすぎて、さすがに家入れてもらおうって感じですね洗濯機の上置いてる。年パスやばいよね。でもね、ユニバの年パスは、あの、学生は本当に安いよ家の外、自転車の上で寝てくださいみたいな。座るなら家の中のソファーじゃなくて自転車のサドルですみたいな。庭ってこと？庭もダメなんかな庭はオッケー行くとは言ってないって。行こう、ユニバ行きます。じゃあミオさんと乗り物乗れないんですよね。だから、いや、家族に合わせるの嫌とかじゃないですね。全然それは違う、なんか嫌なんだよね。家に行く方が嫌かも。家に入れたくないっていうか、人の家に行かないかも、レナ。人の家マジで最近本当に行ったことないかも。え、マジでない、本当にないわ最近。ってか本当にないだから泊まりに行くか泊まりに行かないなら、泊まりに来てほしい派だから。メモ帳持ってない今日、生誕の時メモ帳持っていけばよかったか。家の外なの置いてあったね。で、だから、かきれなの家に連れて帰りますよ、じゃあみおさんをそれは結構いいんじゃない、いいんじゃないかないいんじゃない。庭出してるとめちゃくちゃおもろい。確かにそれめっちゃおもろいねいや、それな、めっちゃ好きだよね。おめすぎ、普通に。今日も可愛かったでしょ。庭出してたらめっちゃおもろそう。みんな側で見たいわ、自分と皆さんの配信を
いや人の家のご飯とかじゃない、普通にそういうのじゃないですね。そういうのじゃないけど、なんだろうな、うん、わかんない。人の家に入りたくない派。家じゃないじゃん、だって家なんだけど、家って自分の家じゃないと家じゃないから、なんていうの、そんなホテルでもないしっていう、なんか嫌なんだよねそれが。やったー、褒めてるんだ、好きだ、好きですねそれは。朝起きて帰ったりとか悲しすぎでしょそんなの。普通に追いかけるわ。普通に追いかけますねそんなの。あ、人んちで、人んち派の人もいるよね、それわかる、それ言いますね。私は逆ですね。串にやられたガキレナ。串にやられました、毒。絶対ガキレナのこと好き、知ってるよ。知ってるって。知ってるよそんなの、知ってるよ、好きじゃんどう見ても。お互いを思ってます。鬼滅見てないな、鬼滅1話も見てない、まだ早く1話見ないと、あの45分ぐらいあるやつ。いや家に入れてよ。なんで庭なの。鍵先おっかい、鍵の先おっかい、知ってるよ。友達と鍵の話行きたいねって話してた。え、来な、来て、来たことないよねまだ、案外ね、案外直で初めましてしてないですね。みんなやっぱ公園が好きなのかな。連番、連番してください。最近連番も覚えたの。連番ってあんまり使わないでしょ最近は。だから連番覚えたから、コメント欄とかでなんか被ってるコメントとかを見たら、な、何連番してんのとか、使いたいだけで言ってる。そう、串飲み食べました。バレてるよ、モデンするの好き。えー、めっちゃいい人じゃん、めっちゃいい人じゃん。ガキレの初になれるかもね。串にやられました、ガキレのやられた。前髪もうちょっと短くてもよかったね、もうちょっと長かったかもしれない。まだ、え、鬼滅のアニメめちゃくちゃ画質綺麗だよね、やばいよね、戦いシーンとかすごいですよね。ケツも頑張りますね。頑張ります頑張ります。むずいんですよ本当に、本当にむずいんです。コメントはすぐ使いたい。そうなんだよねマジで。あとさ、なんか長かったら、切りすぎたかも、切りすぎたっていうか、あのその量幅取りすぎたかも、前髪のここら辺。おでこマジ狭くない、レナって。めっちゃおでこ狭いの嫌なんだよね。え、マジおでこ狭い、みんなおでこ狭いよねレナって。じゃなくて前髪を横に分けすぎてる。ね、切ってもいいよね、もうちょっと気がつかなくてもセーフだね。いや、めっちゃ切ったから、結構切ったよ。課題もやばい、やんないとやばいです。ハートブレイカーズはね、もうあれ結構得意ですよ、得意。何見る？どれ？アニメ？うん。かわいいよ、知ってるよ。確かに初ですね。今日2日？ 2 日か。だねだねだね。で、めっちゃ疲れたと思って携帯見たら、ミクルンから
連絡来てて、もう最高ですね。今日は10期の先輩たくさん甘やかさせられました。今日もレナも鬼滅見ます。おーすごいじゃん、語学規制かけれなすぐは。結構ね、推しを見つけるのも結構ね大変だと思うんですよ、あの語学キスは。うん、結婚していいよ。眠いから結婚したらいます。マジ眠いんだよね、本当に。いくらやめなの、ほんとさ。だってさ、ね、優しいんですよ、ほんとに。ママだよ、ほんとに。公演頑張ったね、公演お疲れ様公演お疲れ様、頑張ったねって。あったんだけど喋れなかった時があって寂しかったよ。みんなレナのことが好きなんですよ。みほたんでやんでそう。そう、一緒に寝ようねって言ってほしいわ。一緒に寝ようねって言って。マジ優しい、本当に優しくて元気だったですね。成功行こう、お疲れさん、ありがとうね、愛されすぎてありがとうございます。みんなね、そうなんだよ、みんな遊んでくれる、すぐにレナと。めぐにめむいてた、思った。制服の目ほんとにやばいからね。だってさ、水のないプールでさ、ふぅ、もうちょっとだからの早着替えからの、もうじゃんじゃんじゃん、イエーイだからマジやばいよ、ほんとにやばいからね、マジで。あれ初日に、初日あれ、ほんとにあれ初日、あれだから3日、あ、3公演だからね、あれリハで全部通して、本気でゲネやって本番いや本番が一番疲れてる状態ってどういうこと本当にやばいわあれ、マジね、本当にやばかったよ。愛されなんですね。孫は言い過ぎでしょ。じゃんじゃんじゃんです。じゃんじゃんじゃんの場所3人しかいないけど、可愛く感じました。お願いします。確かに寝相いいから、寝相いいから、マジ寝相いいよ、本当に。全然楽園じゃない。あ、待って、あ、大丈夫だ、画面バグったかと思った。ねえ、ベズベだと思ってたら、その日でケネもやばいと思って、いや次の手紙のことの、もう本当に後半、後半どこだ、手紙の後半はどこぐらいで安心するだろうな。え、結構手紙もね、結構ねめんどくさいくて、そう、なんかあの振り仮名とかじゃなくて番号とかが案外ゆったりに見えて結構集中力いるんですよ。だからそのあの曲は別になんか全部なんかやっと終わるみたいな感じでは全然やってないね。めっちゃ普通にめっちゃ集中してやってるわかんない、レナだけかな、わかんないけど、気が全然抜けないですね。気が抜けるように見えてね、そう見せてるだけで最後の回った瞬間、回るじゃん最後、こう回す前にピョコンピョコンってみんなが回っていく、あ、ジャンプして前向く、あそこで回るところでやっと、あ、今日公演終わったって思いますね。
後輩で仲良くしてるの珍しい、それ自分でも言ってた、後輩で仲良くするのさ珍しいからみたいな、マジ嬉しい、え似てないマジ嬉しいんだよね、マジ嬉しいんだよねそう、どの曲も全集中になっちゃう結局は今日もね手紙たくさん届いてたんだけど後で見ますね、今日まだ見れてなくて、いつも公演前にはあの時間があったら見るんだけど、見てから挑むんですけどちょっと時間がなくて見れなかった。特集じゃないよ、最後最後いきなり、そう似てなかった、似てなかったか、確かにちょっと似てないか、もうちょっと可愛らしさあるね、案外可愛らしさをあってあの 言うんですよ後輩？何得意？あ、確かにミキさん、ミキさんはマジで2人で20分に30分ぐらい2人でめっちゃ話してたレッスン場にめっちゃいるんですよね、でなんかレッスン場に行った時に休憩の休憩があったらめっちゃ話してくれました、30分ぐらいずっと2人で何か気を抜いてるというか、そうなんか全力でさやらないじゃん、わかるわかる、何か全力でねそういうあれじゃないんだけどっていうねあっという間だった、結婚していいよ、今日も楽しいから、楽しかった、あと4分今日も楽しかったです、そうなんだよ、そうこう見えてね親友は後輩なんですよ、一人先輩にもいるんだけど、でもあの小学校の時から仲いいから、そうなんか元々先輩じゃないから、元々友達からで、で中学の部活で先輩になったみたいな感じ、感覚的には、だからエリカさんもありますよ、ありますありますあります、トーク会とかの、あ通所通所ん、あトーク会か、ずっと笑ってるねー、ずっと笑ってるねーって楽しかったねー、よかったねー、おっつー、あと4分、あと3分、あと3分、テンション上げして、長年寝つけない、あ、でもいいじゃん、もう寝れるの、あ、いいじゃん、いいじゃん、もう寝れるの、いいじゃんね、今日も楽しかったですね、今日はちょっとメールが本当に送れなくてマジで申し訳なかった、てかなんか1枚、ね、1枚さ、なんかあのエフェクトでごまかしメール送ったよね、1枚、あの化粧もマジでしてないし、リハ終わりの髪ボッサボサの寝起きみたいなやつを送った気がするんですけど、時間ないと思ってあれだけポチって送っちゃって、なんか書いていつの間にか寝ちしてた、おはよう、疲れたよ今日も、すばらしいことありがとう、お疲れ様、気持ちいいよ、すぐ寝る、今日は本当に髪の毛乾かしてマジすぐ寝ます、眠いから頑張ってほしい、ありがとう、ごめんなさい、おやすみ、おやすみ、コンプ行くか寝れます、あ、そうそう、ピンク、今日ピンクだったの、ごめんなさい、ありがとう、マジボサボサだったよね、あれ本当にごめんね、確認してないんだよね、撮ってそのまま送っちゃってマジでごめんね、本当にあれなんかヤバいメールだったよね、ちょ、後で見とこう大丈夫かな、あの写真大丈夫なやつかな、ちょ、後で見ときますね、おはようメール、 あれがおはようメールだったんだ、最悪だね、レナってやめに、あとにとにかくとにかくまだ来ました、ありがとう、いえ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 、さよ正解からありがとう、そうおはようのやつ、お疲れ様でした、グッナーイ、やった、夢で会えそうね、これで夢で会わなかったら本当に知らないよ
メールの数気にせんでいいよってみんなね言ってくれるの、マジで何回でも言って、こっち安心するから、メールの数気にしないでいいよとか言ってくれたら。でも本当に申し訳なくなる。お、洗濯止まったんだけど、洗濯物乾かさないとじゃん今から、だるーん。はい、天気でした。チロッ、おやすみ、おやすみ、やべ5時間ラグーン、グッドナイ、ワールド、おやすみ、おやすみ、ウェルカム、楽しみして、シーズン X 以上2回目課題内容頑張ります、楽しみっぽい、ほんとに多分やばいじゃん、おでなー、そう、制服の面たくさんあります、みんないっぱい来てね、そう、お騒がせすぎた、ありがとう、夢で会う、今後当たること当たりますように、絶対当たる。おっつ、おやすみ、せーの、少し夢ですよ、ほんとにどんな夢だった、おとなに、おやすみ、そろそろ時間、うん、夢でガレナさんお願いします、魅力の役に出身のいい、ありがとう、最初の点、おやすみ、よくやすんで、ありがとう、せっかくやります、夢では会いません、あーち、あー、夢では会いません、お疲れ様でした、ありがとう、あ、ててさよなら、おやすみ、おやすみ、おやすみなさい、やばい、ごめんね、間に合わなかった、みんなのコメントが今日は間に合わなかった、これ聞こえてんのかな、終わっちゃう、おやすみ、おやぷりー、ありがとうみんな。